はい、それでは、16時15分になりました、審査がどうやら終了したようですので、結果発表を行いたいと思います。で、先ほどすいません、私説明漏れました、今回審査員による審査ですが、審査員3名による評価点の合計値が最も大きいグループが最優秀賞、次点が優秀賞、アイディア賞については審査員3名の話し合いにより決定しております。ご了承ください。本日はですね、最優秀賞と優秀賞、アイディア賞の3つの賞が準備されています。順番ですが、アイディア賞、優秀賞、最優秀賞の順で発表とさせていただきます。緊張しますけども、はい。それではですね、事務局の方も発表に移らせていただいても大丈夫ですかね。表彰の準備の方もお願いいたします。はい、それではアイディア賞からの発表になります。私の方から恐縮ですが発表させていただきます。はい、署名の方も準備お願いします。アイディア賞はですね、発表順番、5番、加藤豆腐店の街中ドライブシミュレーター、イニシャル P になります。おめでとうございます。はい、それでは、表彰状の方ですね、しますので皆さん前の方にお揃いください。代表者の方受け取りをお願いいたします。これプロジェクターのですね、照明と前の明かりつけていただいた方がいいかもしれないです。はい、アイデア賞、加藤豆腐店イニシャル P 様、あなたは本アイデア賞におきまして当初の成績を収められました。よってここにその栄誉をたたえ表彰いたします。令和5年12月2日仙台市郡和子、おめでとうございます。はい、それでは、写真撮影ですね。すみません、私も端に入れさせてください。加藤豆腐店の皆様おめでとうございます。それでは一旦こちらで、はい、表彰の方終わりますので一旦お下がりください。はい、それではですね、次に優秀賞の発表に移らせていただきます。心の準備はいいでしょうか。それでは優秀賞を発表させていただきます。優秀賞は発表順4番、チームウラヌス災害時の避難シミュレーションゲームということになります。おめでとうございます。代表者の方受け取りお願いします。4名皆様前の方にお願いします。はい、優秀賞ウラヌス様、あなたは本アイデア賞において当初の成績を収められました。よってここにその栄誉をたたえ表彰いたします。令和5年12月2日、仙台市郡和子。はい、写真の方大丈夫でしょうか。それでは、また、並んでですね、写真の方を撮らせていただきますので、真ん中の方にお寄りください。はい、チームウラヌスの皆様おめでとうございます。はい、それでは、副賞もあります最優秀賞の発表になります。
いいでしょうか。心の準備は。それではですね、最優秀賞を発表させていただきます。最優秀賞は、発表順番が3番の仙台 WCP、仙台プラトーで安心なトイレ情報提供の、チームになります。おめでとうございます。仙台 WCP 様、最優秀賞、あなたは本アイデア賞において当初の成績を収められました。よって、ここにその栄誉をたたえ表彰いたします。令和5年12月2日、仙台市長、郡和子。なおですね、副賞については、Amazon のギフトカードになりますので、現在は、本の方をですね、最初にお渡しいただきたいと思います。こちらの方はプラトンの公式のガイドブックですね。それでは仙台チーム、WCP の皆様おめでとうございます。はい、それではグループの皆様席にお戻りください。ご協力いただきありがとうございました。表彰は以上となります。賞を獲得したグループの皆様、本当におめでとうございます。また、惜しくも賞を逃したグループの皆様もとても素晴らしいご提案をいただきありがとうございます。ここでですね、審査員より好評をいただきます。また、メンターを務めていただいた加藤様からも本日のアイデアソンを通しての感想をいただきたいと思います。